高校時代戦ってたシリーズ、広陵高校 VS 聖光学院、2010年夏の甲子園1回戦で激突しました。この年の選抜でベスト4まで駆け上がった広陵高校、1番福田周平、4番マルコ、大会屈指の右腕でもあったエースの有原剛平。この夏は島袋陽介を擁し春夏連覇を狙う興南が優勝候補筆頭でしたが、走攻守にバランスの取れたこの年の広陵は打倒興南の1番手と言ってもいい存在。一方聖光学院は絶対的エース不在でしたが、春から2年生の西内が急成長、夏の福島大会は背番号18、甲子園では1をつけての登場。試合は緊迫した投手戦に聖光学院西内の決め球スプリットがはまります。試合展開的には西内がよく抑えているといったところでしょうか。そして6回表の広陵の攻撃、初めてチャンスを作ると4番丸子がセンター前へヒットを放ち先制かと思われましたが、センターからの素晴らしいバックホームでタッチアウト。すると7回裏、それまで有原にわずか2安打だった打線が4番5番の連続ヒットで1三塁のチャンスを作る。2アウト後、打席には7番の星、2ストライクから低めのストレートを空振りでチャンスが潰れたかと思えば、なんと広陵捕手が止めきれず、まさかの形で聖光学院に先制点が入ります。なんとか追いつきたい広陵も左右に抑えられ、1対0で聖光学院が勝利。初戦というのがもったいない好ゲームではありましたが、西の優勝候補の一角がまさかの完封負けで姿を消す形に。全国的にも無名だった西内博明が有名になった一戦と言えるでしょう。西内が去年ヤクルトを退団してしまったのはショックでしたね。有原も頑張ってほしいんですけどね。いかがでしたでしょうか。皆様の印象に残るシーン、試合をコメントで教えてください。